はい、ということで、陽平先生の個人チャンネルへようこそ。皆さんこんばんは、陽平先生でございます。最近ですね、インスタとかに、てか最近インスタめちゃくちゃサボってたんで、ちゃんともう一回頑張ろうということで、インスタの投稿も、ね、増やしているんですけれども、コメントとかで、肌綺麗ですね、最近肌すごく綺麗になりましたね、毛穴全然目立たない、陽平先生すごく肌が綺麗っていう風に言っていただく機会が増えてですね、わっ、これはもう陽平先生としてもこれは非常に嬉しいかな、これね、これだってもう綺麗って言われたら誰でも嬉しいよ。なんかこう、どうやって最近肌が綺麗になったのかっていうのをちょっとおすすめのものがあるんで、まずはね、それを紹介していきたいと思います。もう何よりもこれが一番いいって思ったのを紹介しますね。もう本当に最近で一番良かったなって思うのが加工アプリです。あのね、これすごい、もう詐欺。うん、もうね、今ね、夜中の1時32分なんだけど、このパック夜中にするとかじゃなくて、絶対早寝早起きした方が多分一番いいのは分かってるんですけどね。で、大体このパック10分間ぐらいやらないといけないんで、まあもう少しちょっと待とうかなと思います。はい、まあまあ大体10分経ったでしょう。はい、ということで外しますね。で、なんか残ったこの化粧水を手でなじませるといいって書いてあったんで、なじませます。で、最後はなんか乳液でね、なんか蓋をするといいらしいんで、じゃあやっていきたいと思います。バカ野郎、本当に蓋してどうする。今日この動画を撮っているのが5月4日他の夜中なんで、まあ日付的には5月5日なんですけれども、5月2日にはじめ社長の畑が4周年を無事迎えることができました。おめでとうございます。4歳です。はーえーなー。いやー、4年前の5月2日に皆さんはじめましてって動画だったっけ、あれを投稿して早もう1500日ぐらい経ったんですか。まあいろんな動画でも言ってますけど、すごくやっぱ人生が変わった4年間でした。だから当時のオーディションメンバーははじめくん、大地くん、たなっちでしたよ。まあ今でも覚えてますよ。ウームに行って、書類取っただけでもおぐらいの感じだったんですけれどもね。はじめくんとたなっちだけだったんですよ。動画で何回かたなっちのことを見たことがあったんですけど、あ、動画の人だくらいの感覚で。で、大地くんはもう当時もう完全に裏方だったじゃないですか。なんでも大地くんのことは知らなくて、わ、はじめましての方だけど、どういう関係の人なんだろう、はじめくんたちは、みたいな感じで入って、数日経った後に、まあじゃあ次もお願いします、みたいな感じで来て、おってなって、まあそのままことは進んでいき、無事採用いただきましたけれども、いやー、そこから本当にジェットコースターみたいな人生でしたね。僕が入って少ししてから、トマトくんが入ってきて、1年後には哲也が入ってきて、で、今から1年前には、トゥイとマタゾウとエッチェロが入ってきて、エッチェロはすぐ、どっか行ってしまいましたけれども、そして最近では、トマトくんが卒業し、当時はじめくんがデイ1かなって言っていた人の入れ替わり立ち替わりがあるチャンネルですよっていうのは、いろんな影響があったんじゃないかなと思いますけれどもね。普通に考えたらありえないじゃないですか。皆さんが畑以外で見てるグループ YouTuber の方のメンバーがゴロゴロ変わったりっていう、だってまあないじゃないですか、普通に考えて。その中で Vlog っていうものも当時あんまり4年前流行ってない中で、ああいう人も変わります。企画に行くまで日常動画が流れます。新しかったですよね。まあでも僕の中でやっぱり一番畑のこの4年間の歴史の中で一番大きかったのは大地くんの卒業ですかね。ねえ、なんか今じゃ結婚して幸せ太りしてますけど、本当にやばいな、これ本人と本人の奥さんに見られてたら怒られますけれども、やっぱ僕の中ではあれが一番パンチが大きかった出来事ですね。で、富士急で卒業旅行の動画撮って、まあ、個人的には卒業旅行の動画 in 富士急、ジェットコースターで、僕の変顔がハリーポッターのヴォルデモートとハリーがなんかこう空中で取っ組み合いするシーンの顔に非常に似てるって言われて、あはは、確かにってなってます。大地くんがいなくなって、リーダーがいなくなったわけですよ。で、まあ年齢的にもなのかな、そっからしばらく陽平先生がまあリーダー過去わらみたいな感じでね、今どうなんだろうね。なんか正式にリーダーみたいなのってなんか決まってないような気がするんですけど、まあ僕含め多分メンバー全員もそうだと思うんですけど、なんとなくやっぱはじめ社長の畑のリーダーっていうのはなんか大地くんなんかなみたいな感じで思ってますけどね。僕正直リーダーっていう柄じゃなくて、なんかプレイヤーとして奮闘してたいタイプなんで、あんまりこうみんなをまとめるみたいな、まあ、あんまり得意ではないんですけど。で、そしてそれから数ヶ月後、1年後ぐらいですか、畑が生んだ令和のサイコモンスター、トゥイ、隠れ天才、またぞ、そして
エッチェロが入ってきて、なんと1回のオーディションで3人が入るっていうね、これまたセンセーショナルなイベントが発生しましたよね、はじめしょちょの畑にとっては。そしてそこから比べ地になり、いろいろ試行錯誤トライアンドエラーを繰り返して、はじめしょちょの畑に戻すかというところで大地くんが帰ってくるんですね。これさ、歴史表みたいなのにまとめたらまあまあすごいんじゃないかこれね。結構紆余曲折というか、もう波乱万丈な YouTube チャンネルのうちの一つだと思いますけれどもね、日本の中でも。完全に僕主観で、はじめ社長の畑の歴史の中で特に印象深かったところを今ピックアップしてお伝えしましたけれども、まあみんなにとってもそうだったんじゃないでしょうか。で、そして今に至り、まあこれ今撮ってるのが5月5日で、2、3日後ですかには、久々に畑のオフラインイベント、やっぱり何すりゃいいかわからんが今控えてる状態なんですけれどもね、ぜひね、チケット、当選された方、ぜひ当日対戦よろしくお願いします。そして、これからの、はじめ社長の畑、今後の展望ですかね。今、まさにもう群雄割拠の戦国時代、YouTube 戦国時代だなと思いますけれどもね。まあそう言われて久しいと思いますけど、とはいえまだまだ上を目指していかないといけないチャンネルだなと思っています。はじめ社長っていう名前を借りてやってるのもありますし、もう4年も経ってそろそろ自分の力でどうこうやっぱしていきたいなって思ってるところもあるので、5年目ですか、はじめ社長の畑ねえ。5年目で中学校1年生の時に畑を見つけてくれた子が高校生になり、高校生の時に見てくれている人は大学生になり、大学生の時に見ていてくれた人はもう社会人になって、もしかしたら結婚してるかもしれない、そのぐらいの長さやってますけれども、まあまだまだ畑は上を目指していけるチャンネルだなと僕は思ってますし、何も諦めてないです。まだまだ期待に応えられるように精進いたしますので、今後とも畑をよろしくお願いします。いや本当にいろんなことがありましたね、畑。なんか畑本当にいろんなことあったな。まあなんかここでね、畑の目標とかっていうのは別にわざわざ僕の個人チャンネルで言うことでも何でもないと思うんで、別に言及はしないんですけど、まあ、僕の中ではあります目標が。まあそれはまた畑の動画でいつか言う機会があれば言うんですけれど、だんだんこう湿っぽくなってきますからね、この湿度の高い話になってきて、もう除湿機用意しないといけなくなるんで、もうまあこのぐらいにしときますけれども、僕たちは後悔のないようにこれからも畑で頑張っていきたいと思います。5年目彼女できるといいな。